はい。あなたは死なない。嫌ですって？な、霊が言ってる？惜しいよ。じゃあ小さい声で喋れと。霊に伝えてください。小さい声で。あなたに聞こえないように喋れと。わかりました。そうに言ってください。ほら、今、潜在意識だよ、これ。多分ね、あなたの潜在意識だよ、それ。なんか、嫌なことないかな、あなたは。はい。言いました。OK。それで様子見ましょう。それで今度、ここじゃなくて、直にやりますから。わかった？今日の夕方までに、その子が言うこと聞かなかったら、私が LINE かけますから。それで、直接その子に言いますから。わかりました？で、様子ちょっと見てください。小さい声で喋るか。小さい声だったらいいでしょ？わかりましたね。一人だったらいいでしょ？はい、OK。じゃあね。じゃあ夕方までそれと会話してみて。はいはい。はい、そういうことです。はい、はい、わかりました。はいよ。いや、こんなこと初めてやったけど。はいはい。波動を使えばなんかできるみたいだね。はいはい。大丈夫ですよ、竹巻さん。その子はあなたの言うことを聞きます。大丈夫です。ご安心ください。はい。はい、いいよ。はい、次の方どうぞ。いいですよ。よし、写メ撮りましょう。